フジワランドです。寝てんのよ。今日は何をするかと言いますと、はい、気になる袋麺爆食いでございます。はい、スーパーに行って気になる袋麺をいくつか買ってきましたので、それを食べていきたいと思います。私袋麺ってさ、札幌一番ぐらいしか買わないの。ラオウは時々買うかな、醤油。はい、皆さんはいつも何買ってるでしょうか。スーパーにはいろいろありました。うん、あ、これチーラーも食べたいけど、ちいかわだから。まずこちらバリカタメンチャルメラ。へえ、ちいかわだ、ちいかわ。俺がウィスパーでやってんのにこいつなんで普通に喋ろう。これぐらいの声だったら大丈夫だよ。続いて、これで絶対ないやつ。絶対ないやつの醤油は食べたことあるんですけど。あ、そうなの、うん、ママない。これ旨辛スタミナラーメン。うーん、はい、あれでしょ、チョコプラがやってるやつ。チョコプラさんやってるやつ。続いて、うん、まるちゃんのズバーンの家系。へー、これ美味しそう。食べたことないわ。美味しそうでしょ。うん、美味しそう。続いてこれが私も見かけた瞬間絶対買うって決めました。パパっぽいわ。ゆず塩、ゆず塩。私 100% 買わないやつ、ゆず塩。はい、こちら4つを食べていきたいと思います。はい、チャンネル登録よろしくね。今ヨメランドさんが作ってくれてますが、ベビーお昼寝してます。お昼寝のところをベビランドファンのためにちょっと撮影したいと思います。塩とチャルメラのバリカタ麺が仕上がりました。はいはい、めっちゃいい香りね。うん、なんか最近の袋麺の麺ってすごくない？これがゆず塩、うん、ラオウゆず塩、そしてこちらチャルメラのバリカタ、うん、細い。いただきましょう。まさかの紅しょうがあったの家に。あのたこ焼きドッキリのやつです。食べていい？はい、ポコポコ食べなよ。ママこっちからでもいいや。うん、いただきます。いただきます。ちょっとスープ。おいしい。マジ袋麺の豚骨ってこんなおいしいの？めっちゃうまい。なんか店じゃん。地方の飛んじゃった。地方の旅行先で食べる塩ラーメンみたいな。はいはいはい。ネギがやつ。福岡の屋台だよ、パパ。これ、ゆず塩めっちゃ美味しい。塩加減もすっごい優しくて、塩辛いなみたいなパターンじゃなくて、うん、すごいマイルドで、うん、この豚骨もマイルド。柚子感がそこに程よく、全然きつい感じじゃない。最高。このバリカタの麺めっちゃ美味しいよ。柚子塩もすする時に柚子の香りも一緒に入ってくる。あ、そう。すごい、あのなんていうの、豚骨の嫌なあの臭い感じとかないし、あ、本当にすごいね、柚子の香り。こんなのもう酔っ払って帰ってきた後に最高なのでは、このゆず塩。上品やな。うん、豚骨も確かに子供もいける。
けど、あの濃すぎず、うん、屋台っぽくない、うん、わあさっぱりいる塩。でも私ちょっと物足りないのが、袋麺はもっとがっつりでお願いしたい。うん、うん、上品よね、相当鍋の締めみたい、うんうん、ちょっと紅生姜入れる、うん、これサラダチキンとか薄く切って乗ってたらもう完璧じゃない。この店出せてまうかもしれない、うん、なんせ麺が美味しいわ。こんな美味しいの袋麺の麺って。紅生姜、あ、もう店っぽくなってる。めちゃくちゃ紅生姜店や。本当だ。でもこれ気づかんと思うわ。なあ、ちいかわやる。こういうさ、本当福岡行ったらさ、うん、なんか東京に来てる豚骨ラーメンって濃いやつばっかりなイメージがある、うん、福岡行ったら実際あっさりしたやつもあるよ、うん、そのパターンじゃない。めっちゃ美味しいこれ。うわこれまた買っちゃうな。これチビランド絶対好きだわ。うん、好きだよ。ねえ、札幌行ってたの。もう昔ながらの袋麺って感じで、あの縮れてる感じの麺で、あれはあれで好きなのよ、うん、これなんかもう生麺じゃない、うん、生すごいわ。うますぎる。こっちもスープめっちゃ美味しい。これスープは激うまだわ。もうなんか二つで整っちゃったよ。もう満足しちゃった。こっからでも濃い系に行きますから。そっか、じゃあ作ってくるよ濃い系。パパ堪能しといて。もう食べた。スタミナと家系。うん、ちょっと私家系好きなんだよね。うん、行ってみましょう。うん、チャンネル登録よろしくね。ちょっと香りがやばいです。はい、ということで、うん、これ絶対うまいやつのスタミナうまスタミナ。必要ですねスタミナが。これ絶対うまいやつのスタミナ、はい、です。なんかちょっと台湾ラーメンっぽい。うん、とか、うん、ちょっとあの西華ラーメン行った時もこんな匂いするね。はい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 するね。そしてこちらがズバーンの家系。めっちゃ美味しそうじゃん。豚骨醤油です。すごい美味しそう。豚骨醤油大好き。食べてみましょう。うん、これ確かにこの写真通りさ、ニラもやし合うね。ちょっと炒めたら。好きだった。いただきます。うわもうめっちゃ香りが家系のお店の香り。やば激うま。まるちゃん様。まるさん、まるさん、うん、うまい。じゃあスタミナ、うま、のりがいる。おいしい。ニンニク感とかは俺はもっとあっていい。じゃあチューブ入れちゃえばって感じだ。うん、あの足りない人はね、うん、男の人は足した方がいいかも。でも辛さはちょうどいい。うん、一緒にニンニクをプラスすることをおすすめします。ほんと全員が嫌じゃない感じのニンニク感にしてると思う。ベースを作ってる。美味しい。美味しいよこれ。家系ズバーン家系。
い。でも私このぐらいでいいかも。うわ、うん、もっとガツンってしたい方はそうだね、うん、美味しいよね。これはねライスいるわ、うん、これライスいる。それぐらい食べれる。家系からちょっと麺も太麺作ってるし、おいしい。これもちょうどいい濃さ。いやもうこれ炒めもやしなんかのっけたらもう完璧だわ。どっち？ああスタミナね、うん、全部すごいわ。豚バラとか合うね。とか白菜一緒に炒めてね、うん、もうそしたら最下じゃん、うん、これ生麺じゃないなんて信じられない。本当に奈良県を出てしまった奈良県民の皆様、手軽にちょっとあのテンスタ最下系の感じはこれでいけると思います、うん、テンスタだって最下だってニンニク足すでしょ、うん、これ海苔必要だわ、うん、家系、うん、最高。あ、お腹いっぱい。うん、パパ食べて汗やばい。コンビニでさ、これ買わされたのよ、うん、前のプリキュアなんだけど、やだよこんなの買うなって言ったんだけど、今もっと買っといて。めちゃくちゃ便利よ。めちゃくちゃ使ってる。美味しかった。え、どれ一番だった？むずいな。一番味全部違うから無理だね。うん、そうだね。明日もじゃあ明日のお昼も食べたいっていう感覚。いい言って、せーので言う。せーので言おうか、うん、せーの、豚骨家系。あ、そう、豚骨と家系で迷ったんだけどね。これ家系はずっと家にあっていい。わかる、わかる、わかる。え、でもそんなずっと家に置いといたら1週間に1回とかすごい頻度で食べてしまう。無性に家系行きたい時あるでしょ。あるある。で俺和歌山ラーメンも好きだから、うん、ちょっとやっぱ似てるからさスープが、うん、あの感覚を欲した時にはこんな手軽に。出前で頼むぐらいだったらこれでいいじゃん。なんかすっごいさ、スープとかしょっぱいとこあるじゃん、うんうんうん、重くないこれで。冷めてるしね、出前だと。そうそうそう。これにだからちょっと具さトッピングしたらもうこれで十分じゃん、うん、値段も全然違うし、ものすごい美味しいわ。全部美味しいです。全部美味しい。企業努力ありがとうございます。世界に誇れるね、これは。本当に外国の、旅行者の方は買って帰ってください。これでも日本語だから分かんないかな。最近のってこうやってあれ写真とか撮ったら訳してくれるの？でもそのどうだろう、そのやり方も教えてもらって帰るのがいいんじゃない、まあ、超簡単だもんね、うん、だいたい分かるし、絵で。確か数字と500ミリ90時間なわけないんだからさ。確かに90秒とか分かるし、そうだ、ね、うん、500ミリなんて共通だしね、うん、世界、はい、いや、美味しい。ということでありがとうございます。最高のランチタイムでした、はい、もうそろそろ帰ってきますね。え、もう一回、もう一回ベビー見たい。仕方ないな、ぐっすり寝てるね。取りに行ってくるよ。じゃあこっちはバイバイしとくわ。
ー